こんにちは。第一子電気主任技師の平です。今回は電源21試験で出題されない問題を7つ紹介します。なお、今回の動画は令和5年度までの問題の傾向をもとに作成しているため、今後絶対に出題されないことを保証するものではないのでご注意ください。最初に1つ目の出題されない問題は、ビオサバールの法則で、この法則は電流の微小部分が作る磁束密度を表した法則です。これは図のような閉回路を流れている電流 I について、閉回路の経路の微小な距離 ds を流れる電流である電流素圏ベクトル ids が、図の点 P に作る磁束密度がベクトル db イコール 4π 分の μ0 かけるベクトル r マイナスベクトル r プライムの絶対値の3乗分の i かけるベクトル ds かける括弧ベクトル r マイナスベクトル r プライムとなることを表しています。それではなぜ電源2種ではビオサバールの法則が出題されないかを推測すると、一番大きな理由は電源2種では外積を使用しないためです。この理由により電気学で外積を使用するベクトルポテンシャル a とポインティングベクトル s も出題されていません。ですが、電源1では出題されます。なお、令和元年に突如、偏微分が使われたように、今後、外積を使った問題が出題されないとも限りません。そこで、電源1の問題の外積を使った問題は、一度目を通した方がいいと思います。では、次のスライドに移ります。次に、2つ目の出題されない問題は、不平行回路です。不平行回路は、電源2種において平成21年より前に非常に低品質で出題され、また電源1種ではほぼ毎年出題される内容で、図のように3層回路の負荷のインピーダンスがそれぞれ等しくない回路や電圧源が対象3層交流電圧でない回路を指します。なお、電源2種理論では3層交流回路自体が平成23年度以降出題されていないため、そもそも3層交流回路の問題の出題率が低いです。そのため電源2種のみの勉強では3層交流回路を解く能力が低くなりますが、その対策として毎年出題されるエネルギー管理士の問題を解いてみるのがいいかと思います。では次のスライドに移ります。次に3つ目の出題されない問題は、原子力発電で電源2種電力では平成21年度以降出題されていません。これは平成23年3月11日の東日本大震災による原子力発電の事故により、原子力発電の稼働箇所が激減したことが原因の一つです。なお、電源3種では毎年出題され、電源1種でも令和5年度と令和2年度に出題されています。また、九州電力や関西電力の原子力発電所は稼働しているため、日本から原子力発電がなくなったわけではないので、今後、出題しないとは言えないことから、電源3種や電源1種の問題は一度目を通した方がいいです。では次のスライドに移ります。次に4つ目の出題されない問題は、鉄道電気設備の一つである電車線です。まず電車線は、電車に電力を送る設備であり、変電所から起電線を経由して電車線に送られた後、電車のパンタグラフを通じて電動機に送られ、その後、レールや不起電線である汽船を経由して変電所に戻ります。この鉄道の分野ですが、電車の電動機や汽船の電飾を扱った問題は出題されていますが、電車線、起電線の問題は出題されていません。なお、出題されない理由としては、電車線、起電線は、鉄道に関する技術上の基準を定める省令で扱う設備であることが原因の一つだと思われます。ちなみに電車線の画像及び外形図がこちらで、仮に電車線を扱った問題が出題されるとすれば、シンプルカテナリー式など、楕空電車線方式の問題、たるみの計算によるハンガーの長さの算出の問題だと思っています。では次のスライドに移ります。次に5つ目の出題されない問題は、科学史・技術史の問題で、
技術士一次試験で出題されます。この種類の問題は今後も出題される可能性がだいぶ低いと思われるので、電検を受験するにあたって鉛蓄電池は1859年にガストン・プランテが発明したという歴史上の人物年号は特に覚える必要はありません。では次のスライドに移ります。次に6つ目の出題されない問題は、分布定数回路でこの問題は公式の使い方が分かっていれば解けるのですが、電検一種のみにでしか出題されていません。なお分布定数回路は電検一種二次試験でも扱いますが、電検二種二次試験では扱われていません。ですが、この分布定数回路の知識自体は、雷などの過電圧を勉強する際に、理論を深く理解する上で必要なので、時間があるときに一度勉強した方がいいです。最後に、7つ目の出題されない問題は、逆行列を導出する問題です。電検二種一次試験では、行列の積などは扱いますが、逆行列を使って計算する問題はありません。なお、電検一種では、閉路電流法などの問題において、3×3 行列の逆行列を吐き出し法により求める問題が出題されています。このような 3×3 の逆行列が出題される可能性は極めて低いですが、2×2 の逆行列は高校の範囲内なので、今後使う可能性があることから、公式だけでも覚えておいた方がいいです。以上、電検二種一次試験で出題されない問題を7つ紹介しました。このチャンネルでは、電気主任技術者、電気工事士、電検の受験者の方など、電気関係の仕事に携わる方に有益な情報を発信しています。よかったら、チャンネル登録、高評価、SNS、公式 LINE を登録していただけると幸いです。また、メンバーシップも行っているので、興味がある方はご加入ください。これからもご利用をよろしくお願いいたします。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。